後のレノレラ TV について。ウケケ。今後のレノレラ TV について皆さんにご報告が。今後のレノレラ TV について皆さんにご報告があります。1週間ほど今後のレノレラ TV について皆さんに、ね、笑うなよ。パパが笑ったらダメでしょ。笑ってないよ。はい、いけ。俺の顔見る。今後のレノレラ TV に。なに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 。いけ。今後のレノレラ TV について皆さんにご報告があります。知らんのやめて。もうレイラが笑わないで。レノも笑ってる。はい、いくよ。今後のレノレラ TV について皆さんにご報告があります。ごめん。レイラちゃん、ごめんごめんごめん。そこにいると真正面見るから泡が見えんの。何？何？いくよ。今後のレノレラ TV。 何？レイラちゃん、何？何をしてない？何をしてない？はいはい。なんだよ。ね、何？今後のレノレラ TV についてご報告があります。1週間ほど座って。今後のレノレラ TV についてご報告があります。1週間ほど動画を投稿していなかったのですが、それには理由がありまして、レノレラ TV リニューアルします。イエーイ。ようやくここまで来た。レイラちゃん、理由はあったよ。ここまでようやく来ました。はい、はい、全然演技下手。え、うちは下手じゃないですよ、下手か。レノレラ TV 2021グッズ販売中。いいですね。リニューアルするということなんですけど、その内容が、まず一つ目、レノレラ TV のアイコンを変えたいと思います。きっとこの2人のレノレラ TV のアイコンだったんですけど、これにレオナが加わります。うん、レオナちゃんが加わりますアイコンに。そうなんですよ、レオナが加わります。レノレラ TV のアイコンができてからだいぶ経ちますけれども。そうですね、5年、6年。6年、うん、6年くらい経つと思います。一番最初は使ってなかったけど、途中から本当に佐世さんのイラストで、うん、なので、本当に6年くらいぶりくらいにアイコン変えます。はい、本当はね、
レオナ生まれた時に買えないんですかって言われてたんですけど、うん、ちょっとレオナがある程度大きくなってからにしようかなと思ってました、うん、はい、で今回買います、買います。それに伴って9月、10月、11月、12月かな、あと3ヶ月、あと3ヶ月ぐらい、約3ヶ月、アイコンを変えて気持ちを新たに20万人をね目指して頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、今は20万人っていうところを目指して、うん、はい、やってますので、はい、ぜひまだチャンネル登録をしてない方はぜひしてくださいね。してくださいね。レノイラ TV をちょっとねリニューアルしていこうと思っております。はい、その第一弾の企画として皆さんと一緒にレノイラ TV 作っていきたいなと思っております。はい、はい、ここでね、レノイラレオナにやってもらいたいリクエスト企画を募集します。レノイラレオナにどんな企画をやってもらいたいですか？レオちゃん、これやってほしいって言われたらやれますか？やれるかもしれないで、やれないことはわかんないけど、多分やれると思います。極力やっていくと、はい、はい、っていう意気込みらしいので、ぜひ皆さんレノイラレオナにやってもらいたい企画ぜひ募集します。はい、はい、ヌーティービー2021月20日ということで、はい、はい、間もなく2021年も終わりますけれども、うん、残り3ヶ月、はい、3ヶ月、やっぱり20万人以上今年中に頑張っていきたいなと思っておりますし、皆さんのリクエストに極力頑張って全力で応えていきたいと思います。20万人目指して頑張って楽しく残り3ヶ月 YouTube を頑張りたいと思います。はい、はい、レオナちゃん、何かありますか？頑張りますだそうです。はい、ぜひ皆さんレノレラレオナを見守っていただけると嬉しいです。レノちゃん、 LINE ライブもやってますね。はい、レノレラTV というアカウントで LINE ライブもやっております。レノンの魅力を皆さんに、一人でも多くの皆さんに知ってもらえるために頑張っています。はい、はい、レノンの LINE ライブではいろいろね、レノンともおしゃべりできますので、うん、ぜひ LINE ライブ、レノンの LINE ライブ行ってみてください。はい、リアルタイムでね、LINE ライブが見れるというかね、 LINE ライブで皆さんとお話しできるので、ぜひ来てくださると嬉しいです。はい、ということで残りの3ヶ月レノイラ TV、うん、また新たに頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、はい、よいしょ。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくね。また次の動画でお会いしましょう。 See you!